モーリスは、日本の競争馬、シュボバ。主な勝ち倉は、安田記念、マイルチャンピオンシップ、香港マイル、チャンピオンズマイル、天皇賞、秋、香港カップ。デビューから2年間は重賞を勝利することは、できなかったが、2014年に、堀信行厩舎へ、天馬屋以降は出走した全レースで連帯を果たし、2015年は、初戦の千万下条件戦から安田記念、 マイルチャンピオンシップ、香港マイルとマイル GI 参戦を含む6連勝を、果たして同年度の JRA 少年度代表馬、最優秀短距離馬に選出された。2016年も上半期にチャンピオンズマイルを制し、下半期は中距離路線に転向して、天皇賞、秋、香港カップを制して、現役を引退し、守護馬となった。馬名の由来は、人名より、 本場は2011年3月2日に北海道日高町の戸川牧場で生まれた。母、メジロフランシスは戸川牧場の代表夫妻がかつてメジロ牧場に勤務していた縁で同牧場から引き継いだ繁殖品場であった。メジロフランシスの配合相手に本場の父、スクリーンヒーローが選ばれた経緯について戸川牧場代表の戸川洋二は メジロフランシスの3区は途中で競馬を止めてしまったり、今一つ勝負根性が欠けていました。スクリーンヒーロー、ひいては祖母のダイナーアクトレスもゴールまでしっかり伸びる、粘り、並ばれたら抜かせない、勝負根性が印象的で、この馬ならフランシスの欠点を補ってくれるのではないかと選んだんですと説明している。加えてメジロフランシスは小柄な馬体の馬だったため、 体が小さい母メジロフランシスの馬格をストライドの大きさでカバーし、さらにゴール前の接戦でも頑張れる希少の馬をという思惑もあった。牧場にいた頃のモーリスの印象について、戸川代表は人の手をわずらわせない大人しい普通の馬だったので特に印象に残るところがなかったという。一歳児にコンサイナーである高秋牧場から サマーセールに上場され150万円で、対策ステーブルに落札されると、翌年の北海道トレーニングセールの公開調教で、ゴール前にハロンの最速時計を計測し、ノーザンファーム2050万円で落札される。立東トレーニングセンター、吉田直弘9社に入級し、10月6日の京都競馬場の芝線400メートルの新馬線で、内田博之を安城にデビューし、 二着馬に三馬審査を、付け二歳、コースレコードで勝利を飾った。続く、KO 杯二歳ステークスでは、ライアン・ムーアが起乗し、一番人気に押されるもスタートで、出遅れ六着に敗れた。三戦目の満了賞では、川田賞味が起乗し、二勝目を挙げて、オープン入りを果たした。 三歳初戦は1月12日の新山記念より指導し、レースでは3番人気に押されるも、ミッキー・アイルの5着に敗れ、その後のスプリング・ステークスでは4着、京都新聞杯でも7着と勝ちあぐね、白百合ステークスは3着と4連敗を喫して、長期休養に入ったため、この年は勝ち星を上げることができなかった。また、この休養期間中に美ホトレーニングセンターの掘り、 信ぶ厩舎へ、天馬屋やする。天馬屋や当時は、肺用の痛みが取れない状態で、堀きゅでは、負担がかからないように入念なケアが施された。関西は時代。手前は、吉田直弘調教師。天馬屋や初戦となった1月25日の若潮賞で、およそ半年ぶりに復帰し勝利すると、安定に、戸崎啓太を迎えたスピカステークスではスタートでので、 遅れがあったもののメンバー最速の上りで差し切り勝利を挙げオープン入りを果たす。引き続き、戸崎とのコンビで挑んだダービー強チャレンジトロフィーでは前走同様スタートで出遅れ後方からのレースになるが最後の直線で抜け出すと2着馬のクラリティシティに3馬身反差をつけて勝利し2005年に大和メジャーが同レースで記録したタイムを0.1秒上回る1分32秒。 2の、レースレコードで重賞初制覇を飾った。6月7日、キャリア初の G1 レース出走となる、安田記念では、京都新聞杯以来となる、川田省宮火に乗り変わり、17頭中本場を含めた10頭が、マイル重賞の優勝場、GI 場は5頭を数える、高メンバーが揃った中で、単勝一番人気に支持された。スタートで5手を踏んでいた金層から、1点 ほぼ互角のスタートでかかり気味ながら、行為につけると、最後の直線で K.I. エレガントをかわして先頭に立ち、迫る番線ルに並びかけられるもこれを首差しの、自由賞。スクリーンヒーロー3区初の G1 制覇を達成した。レース後、川田は、久しぶりに乗って、たくましくなったと感じたとコメントした。秋初戦は10月11日の毎日王冠からの、指導を予定していたが、 二週前追い切り後の疲れが抜け切れなかったため回避し前哨戦を使わず、マイルチャンピオンシップへ直行することになった。安定に、KO 杯2歳ステークス以来となるライアン・ムーアを迎えるも、ローテーションを不安視され4番人気と評価を落としたが、レースでは中段で折り合いをつけ外目を回り、直線に向くと先頭に立ったアルビアーノヤバ軍から抜け出したフィエロット王を、 外から川岸二着に1.1、4馬身をつけ優勝を飾り、2007年の大和メジャー以来史上6頭目の安田記念との同一年マイル G12 冠を達成した。レース後にムーアは堂々とした競馬だったと称えた。年内最終戦としてフィエロやダノンプラチナと共に香港マイルに参戦。地元で絶大な人気を誇るエイブルフレンドとの 対決に注目が集まりモーリスは同馬に次いで2番人気に支持される。レースは道中モーリスが中段7番目あたりに位置し、その直後でエーブルフレンドがマークする形となった。最後の直線で並びかけたエーブルフレンドがモーリスをかわすとさらにそれをモーリスが再び差し返し、2番手に上がってきたジャイアントトレジャーに3、4馬身をつけ勝利し、2005年の ハットトリック以来、実に10年ぶり史上3投目の同レース制覇を成し遂げ、6戦全勝でシーズンを終えた。この活躍が高く評価され、年度代表馬と最優秀短距離馬を受賞した。短距離馬の年度代表馬は1998年の待機シャトル、2013年のロードカナロア以来3投目となる。当初は3月のドバイターフへの参戦を予定していたが、 香港遠征の疲れが抜けきらず、また爪を少し痛めたこともあって回避が決まった。ドバイ回避後は5月1日に香港で行われるチャンピオンズマイルに照準が定められた。暗状には香港のトップジョッキーであるジョアンモレイラが迎えられ、当日は断然の一番人気に支持された。レースではスローペースを4番手で折り合い、 直線に入ってもまだ持ったままの手応えで軽く仕掛けられると鋭く反応し、2着の地元馬、コンテントメントに庭審査をつけて解消した。安城のモレイラは余裕たっぷりにゴール板手前でガッツポーズを繰り出した。これで前年からの連勝を7に伸ばし、安田記念から GI4 連勝となった。帰国後初戦として選んだのは、連覇を狙い挑んだ安田記念。 このレースの安状には、この馬に乗る、外国人ジョッキーとしては4人目となる、トミーベリーが迎えられた。単勝オッズでは、これまでの活躍から1倍圏内という圧倒的な人気を集めた。レースではロゴタイプが逃げを図り、モーリスはその後ろにつけ直線で抜かす体勢を取るも、直線では2頭の差は広まっていた。モーリスのスパートはなかなかかからず、 残り100メートルあたりで前を捉えるように前に伸びて、来るも、結局ロゴタイプに1と1、4馬身及ばず2着となり、GI 連勝は4で止まった。また、この敗戦は、堀急車への点馬や後発黒防止でもあった。安田記念後は、ノーザンファームにて休養に入る。また、ノーザンファーム代表、吉田克美は、秋のローテーションについて、距離延長への可能性を示唆しており、 そのステップレースとしてワールドオールスタージョッキーズに参加するために来日するジョアンモレイラとのコンビで8月21日に開催される札幌記念へ向けて調整を進めていくことになった。そして迎えた本番、札幌記念では中断でうまく折り合いをつけるも終始外目を回る形となり最後の直線では果敢に追い上げるも 重馬場が響いたか伸びきれず、同馬屋のネオリアリズムの逃げ切りを許し2着に破れる。札幌記念での敗戦を受けて、吉田勝美はその後の路線についての名言は避けたが、レースから2日後の23日にマイルには戻らず10月30日に行われる天皇賞を目標にすること、そして年末の香港でのレースをもって現役引退することが陣営側から発表された。 国内ラストランとなる天皇賞は栄心光やリアルスティールら海外 GI 優勝馬が顔を揃え、モーリスは単勝一番人気に支持され、安城に前年の香港マイル以来となるライアンムーアを迎えて5枠8番からのスタートとなった。レースは栄心光が花に立ち道中スローペースで進み、モーリスは先段を見ながら外目で折り合いをつけ最後の直線で外へと、 持ち出されると勢いよく足を伸ばし、後方からメンバー最速の上がり足で追い上げてきたリアルスティールに一馬身半差をつけ優勝。初の中距離 GI を勝利で収め国内最終戦を締めくくった。引退レースとなる12月の香港競争は当初香港マイルもしくは香港カップのどちらかに出走することが陣営側から発表されるが、 ライアン・ムーアを交えての関係者ら協議の末、香港カップに出走することが決定した。12月11日、競争場生活最終戦となる、香港カップは日本からは、昨年の覇者栄心光やステファノス、ラブリーデー、クイーンズ・リングらが出走し、モーリスは、単勝1.6倍の一番人気に支持される。レースは、栄心光が握る形でレースは進みモーリスは、 スタートで出遅れ、終始後方からのレースとなるが、最後の直線に入ると、コースの内側からバグンを割いて追い上げると、直線半ばで先頭の衛心光を交わしてそのまま、突き放し、2番手に上がってきた、香港馬シークレットウェポンに3馬審査をつけて、圧勝、優秀の美を飾った。年が明けた2017年1月15日に、中山競馬場で引退式が行われ、 同日付で競争場登録を抹消、ヤシロ大スタリオンステーションにて種ボバとなった。また同年のシーズンオフからは、シャトルシュボバとして、オーストラリアで、つなぎをされることも発表された。2017年から北海道アビ町のヤシロ大、スタリオンステーションで、スタートインした。同年2月に、道場で行われた、ヤシロ大スタリオンパレード2017では、ミッキーアイル、 自身と同じ堀信之き舎に在籍したドゥラメンテの2頭と共にお披露目され、初年度は265頭の繁殖品馬と交配された。サンデーサイレンスを三大父に持つモーリスは同馬を、祖父、あるいは母の父に持つ繁殖品馬と交配されると、サンデーサイレンスの43のインブリードが発生するため、中にはサンビスタ、シーザリオ、シンハライト、ジェンティルドンナ、 ハープスター、ブエナビスタ、ブルーメンブラット、マルセリーナ、リトルアーマポーラ、レジネッタ、レッドリベール、ビルシーナといった、ジーアエバとも交配が行われた。2018年1月10日、ノーザンファームにて、初語となる、アドマイアテンバの2018が誕生した。2020年7月11日、函館競馬場の2歳新馬戦で、カイザーの馬が、デビュー勝ちを収め、 これが3区の初勝利となった。2021年1月10日、中京競馬場で行われた新山記念をピクシーナイトが勝利し、3区の重賞初勝利となった。2021年1月14日、オーストラリアイーグルファーム競馬場第1レースでボモリスが勝利し、オーストラリアでの3区初勝利となった。ありがとうございます。